当然、総理、総裁のですね、処分も検討されるべきだというふうに思います。今回は裏金問題を問いただす、かつ議員の質疑をご紹介します。お前も処分対象だ。と迫るかつ議員と、のらりくらりの答弁を繰り返す、岸田首相。二人のやりとりをお楽しみください。高評価とコメントをお待ちしております。 立憲民主・社民の勝部健司でございます。は、え、じ、ー、めに自民党派閥の裏金事件について伺います、えー。この問題が発覚して4ヶ月が経とうとしています。先週までには衆参、えー、で成妊審が行われました。総理は説明責任が果たされたとお考えですか岸田内閣総理大臣あの、問題の事案が発生してから、 警、えー、察による捜査が行われ、それに基づいて関係議員が、えー、収支報告書の修正を行うとともに、会見を開くなどの説明を行ってきましたが、それに合わせて自民党としてもアンケート、聞き取り調査等の、えー、この作業を行ってきました、その上で委員ご指摘のように、成、ま、立、あ、審での弁明もまあ行われた、まあ、10名の議員が出席をして弁明を行ったということでありますが、その上で、 説明責任が尽くされたと考えるかというご質問でありますがこれこれ説明責任が尽くされたかどうかを判断するのはこれは国民の皆さんであると申し上げております国民の皆さんの中にまだ疑念が残るというご指摘があるのであるならばこれは引き続き説明努力を続けていかなければならないこのように認識をいたします初米君安 公明党の代表であります山口代表は、ますます不信を強める結果となった。それから、え参議院の国対委員長は、疑惑は解,解明されたとは受け止められなかった。そして、まあ、西田参議院に至ってはですね、政、えー、林審での施工氏の発言に、まあ、よくそのようなことを言えるなと批判をされました。大方の方がそう思ってます。国民の皆さんは、 おそらく9割以上の方が説明責任を果たされてないと思っています総理の認識を改めて伺います岸田内閣総理大臣ご指摘のようなま状況であります、えー、説明責任を引き続き、えー、尽くしていかなければならないと考えます川君。あの初めにそういうふうにお答えになればいいんですで。 えー、では、その説明責任が果たされてないというふうにお考えになる、何をこれからあの、えー、明らかにしていかなければいけないと、総理はお考えですか岸田内閣総理大臣あの。警察による捜査が尽くされて、まあ、法的責任が問われたわけでありますが、その後、我々としては、まあ、捜査権がない中で、 実態の解明に努めていかなければならない、それはやはり政治家であるからして、この刑事責任とは別に、政治責任、あるいは道義的責任、これを果たしていかなければならない、このように考えて、実態解明を続けているところであります。党としても、今週、さらに聞き取り調査を行うことを予定しております。 できる限りの実態解明を行った上で、政治的責任、道義的責任、この党としての,この方針を確定したいと考えています勝君あ君明らかにしなければならないことっていうのは、たくさんあると思っているんです、でもその中でもすごく重要なのは、裏金をいつ誰が始めたのか、これは安倍派,安倍の,安倍派のですねその裏金、まあ、1999年ぐらいからではないかと言われています。 それから、えー、再会をした人たち、あ再会をしたときに相談をした人たち、誰が最終的な判断をしたのか、えー、それから参議院では、えー、選挙時に全額キックバックというようなこともあります。まあこれは誰が決めて、そしてその金は何に使ったのか、そういったことは全く明らかになってないんです。で、そういうことを、 明らかにしなきゃいけないという認識でよろしいですか。岸田内閣総理大臣。あの、我々として、えー、この政治責任、道義的責任を明らかにするために、捜査権はない中ではありますが、制限がある中でも実態把握に努めなければならないと考えています。<laughs> 委員がご指摘になった点、多くの国民が疑念に思っている点、まあ、こういった点を中心に引き続き、 ま実態把握に努めていいきたいと考えます勝部君今、私が申し上げたことを総理はしっかり実態あの解明のためにま努力をするというふうにお答えになったというふうに受け止めました、その後少し責任の話も出てきましたけれど私はま処分というのはこの間、ずいぶん取り上げられてきてますが、あの何よりもです、ね、全容解明をすることが先だと思うんです、全容解明されないで処分なんかできませんから。 だからそういうことで言いますと、とにかく全容解明を図ると、まあ、全容解明が図らなければ、図られなければ、処分はできないという、そういう認識でよろしいですか岸田内閣総理大臣あ。実態の解明は重要である、先ほどで申し上げてきたとおりであります。しかし、我々として、えー、捜査権がない、えー、中で、さまざまな限界がある、これも事実であります。 だからといって、いつまでもこれ、政治責任、道義責任を、えー、明らかにしないというわけにはいかないと思います。えー、政治責任、道義責任を明らかにするために、できる限りの、まあ、実態把握に努めていき、そして党として、えー、けじめをつけていかなければならないと考えています。部君私は大変重要ななことと今おっっしゃったと思うんでですねつまり捜査権がないので 実態解明ができないこともありうると、でもそれでも処分をしなきゃならないというふうにおっしゃったように聞こえたんですけど、そういう意味です岸田内閣総理大臣。 そししてて義的責任を明らかにのために、その必要な実態把握に努めなければならない、今日まで明らかになった実態把握、あるいは本人の説明責任等、こういったことを勘案し、この説明、政治的責任等を、 党として判断したいと考えています勝部君あの党の実態解明の限界を今ですねご本人が認めたような発言だったと思いますだから我々は第三者機関を早期に設置したらいいんじゃないですかと言いましたそれから証人喚問でここで明らかにするという方法もあります党ができないんだったら私たちがやりますもう一度お答えください岸田内閣総理大臣 あのえーまあ、党としては、これまでの調査や整理士を含む、まあ、関係者の説明、えー、そして、えー、不記載の額など、さまざまな点を勘案、まあ、してせ、えー、政治責任について、えー、考えていく。 い,いきたいと思っておりますえそして、えー、承認、えー、と証人文等と考えるべきではないかというご指摘でありますが、あそれについては、これ、今日まで、えー、国会において、性、えー、理審の弁明等、さまざまなものが行われてきました。あそうしたこの経緯、経緯えー、さらには、あのー、これは、 国会の日程にも関わることでありますので国会において判断すべきことであると考えます勝部君政理審は開きましたこれはこれからもですね、まあ、多くの関係する議員には出席をしていただきたいと思っていますでもそれでは解明ができなかったという多くの国民の皆さんの思いがあるだから国会の役割としては先ほど申し上げたように 承認官房なりをして、明らかにしていく。そのために我々は全力を尽くします。えー、一方で、総理は党の総裁として、党の問題ですから、この問題を明らかにする。あなたには責任があるんです。それを全力を持ってやるとお答えください。岸田内閣総理大臣。 ですから先ほども申し上げましたように、えー、今週も党としての、えー、追加の聞き取りを行いたいと考えております。えー、そして、国会での取り扱い、えー、議論については、これはこれまでの国会での議論や日程等も考えし、国会でご判断すべきことであると考えております勝部君。いずれにしてもです、ね、全容が解明されない中での処分なんていうのはありえませんから。 それも国民の皆さんが見てますんで、今日もテレビでたくさんの方、ご覧になってると思いますけれどはっきりしない中での処分なんて絶対ありえません、まあ、そのことは申し上げておきます。あの今、総理もおっしゃいましたけど、聞き取り調査をするというお話があります、まあ、この間、土日も報道がずいぶん出ておりましたけれども、あの誰が聞き取りをやるんですか岸田内閣総理大臣。あの今の自民党の執行部で行いたいと考えています。執行はい 勝君あの具体的にどなたですか、総理も入られるんですか岸田内閣総理大臣。え今、聞き取りの対象も含めて、聞き取りの方法について、調整をしております勝部君。あの総理はその聞き取りの、聞き取る側として、その役割を果たされるおつもりですかとお聞きしました岸田内閣総理大臣。私も含めて、執行部でどのような調聞き取りを行うか、調整をしております。委員長 勝部君。いや、私は総理が入ってやるべきだと思いますよ。やっぱり最高責任者なんですから。う 総理が聞かれるということでよろしいですか。そういう決断を今された方がいいと思います。国民の皆さんの前でどうですか。岸田内閣総理大臣。あの今申し上げたように調整中ではありますが、私自身もまあ聞き取りを行うことを考えたいと思います。<上>勝尾君。まあぜひそうしてほしいと思います。そして総理は茂木幹事長にこの間の、えー、まあ処分ですね、処分の対応するようにというふうに指示をされました。茂木幹事長はここに加わりますか。この聞き取りに加わりますか。 下内閣総理大臣あの、まあ、繰り返しますが、今、調整中でありますので、確定はしておりませんが、執行部中心に聞き取りを行うことを想定しています。まあ、幹事長も執行部の重要なメンバーであります。勝部君。まあ、あの2人で聞き取りをやられるということだというふうに思うんですけれども、まあ、先ほど来ありましたけれど、この岸田総理もですね、茂木幹事長もですね、まあ、新たな今、疑惑にまみれているということで、 まあ、あの本当に大変な自民党内部だなというふうにあの拝見をしているところなんですけれど申し上げたように先ほど、えー、とにかく全容解明が必要だということなんで、まあ、ここは全力を尽くしていただきたいというふうに思います、でいくつかあの確認したいんですけれどあのどなたにお話をお聞きになるおつもりですか岸田内閣総理大臣。先ほど来申し上げているように、えー、聞き取り相手も含めて調整中であります。 実態を把握するについては、すでに90名近い議員の聞き取りを行っておりますが、その中で、国民の,この皆さんの疑念等を考えた上で、今回は対象を絞った上で、聞き取りを行いたいと考えております。 うん、あの、えー、疑念に応えるために、まあ、必要な方々のお話を聞きたいと考えています。<上>勝部君。まあ今、今疑念に応えるためにとおっしゃいました。先ほど、私は疑念はこういう疑念がありますよと言って、それも、まあ、総理も認めになったので。 例えばですけれども、えー、再開を決めたメンバー、まあ、この方は重要なあの聞き取り対象だと思います、でそのほかに、このシステムが出来上がったとき、先ほど私、1999年頃ではないかと、でそうするとそのときの会長は、あの森元総理で、えー、委員会でもあの総理は元、あ森元総理を含めて検討するという話を答弁されたことがありますので、森さんはお呼びになりますか。か内閣総理大臣あのこれも委員会の中でたたびび 答弁させていただいておりますが、自民党の聞き取り調査においても、また政理維新の弁明においても、森元総理に本人が直接関わるというこの発言はあ,ありませんでした、まあ、その中で、先ほど申し上げておりますように、えー、この関係者の中から、この人数を絞って、今回、聞き取り調査を行おうと考えております。 勝兵衛君あの確認をしますけど、先ほど来申し上げているように、裏金システムがいつ作られて、誰が決めたのか、それから、えー、再開をしたとき、誰が関わっていて、まあ、誰が決めたのか、それから参議院選挙時の、えー、全額キックバックというシステムも誰が作ったのか、でそのお金は何に使われたのか。 もっと言えばですね、裏金全体が何に使われたのかわからないという人たちもたくさんいるわけですよ、実はそういうことも本当ははっきりさせなければいけない、だから絞ってとおっしゃいましたけど、絞って聞いて本当に全容がわかるんでしょうか。 ひょっとしたら2回、3回、それをまたさらに広げて聞かなければならないことになるのではないかと危惧をしておりますが、どうですか岸田内閣総理大臣。自民党として、この問題について、刑事責任以外に政治責任、同義的責任について明らかにしないとならないと考えています。そののたためめめにに必要な事実の把握に努めるため 聞き取り調査を行いたいと考えていますそういった趣旨に合う形での聞き取りを行いたいと考えています勝部君まあちょっと同じような答弁ばかりで、えー、あれなんですけどまあとにかくしっかりやってくださいでもう一つ申し上げたいのは あの、その聞き取りをやってですね明、明らかになった点については、ぜひ公表していただきたい。我々これほど何回もですね、予算委員会の貴重な時間を使って、総理に問う、えー、てきたわけです。しかし全容明らかになってません。ですから聞き取りをして、分かったことについては、ぜひ我々に明らかにしていただきたいと思います。どうぞ。岸田内閣総理大臣、えー。事態を把握した上で、政治責任、同義責任について、等として、 判断をいたします、えー、その中で、えー、適切な時期に、えー、この、うん、内容について明らかにすることは考えたいと思います勝部君いやあのとにかく処分とかっていう話が先に今出てて、えー、そのことよりも先にですね全容解明あの、要するに総理がお出になって聞き取りをした結果で、こういうことが分かりましたということは、当然先に、えー、報告をしていただかなけ,れなければなりません。そそれれはもう国民の皆さんんがみんなそれをあの待ってる と思いますので、ぜひやっていただきたいと思います。もう一度答弁。岸田内閣総理大臣。えー、先ほど先ほど申し上げた通りであります。えー、事実を把握した上で説明、えー、政治責任等について。 とししてて判断をままいりますその過程の中で、適切なタイミングで内容を明らかにいたします勝君、まあ、内容を明らかにいたしますとおっしゃいましたので、まあ、その言葉にを信じたいと思いますが、まあ、確かにあの適切なタイミングっていうのは終わり,りだと思いますので、まあ、それを逃すと本当に大変なことになると思いますよ、そして間違っても、ですねうやむやの中で処分をしていくみたいなことは、絶対にやらないように、強く申し上げておきたいというふうに思います。 あの責任の取り方、処分の中身についてもちょっと触れます、あのまだ全容が分からない中で、どんな処分にするんだみたいなことは、私はあのここで論じるつもりはないんですけど、基本的な考え方を聞きたいと思います、ちょっとパネルをお願いします。あのこれは、まあ、党則、自民党のです、ね、党則規律規約の,の中から、まあ、私あの、そこに書いてあるとおりをです、ねえー、書き写したものをパネルにしました。 この間あの、マスコミなどでは結構、えー、重い順番に書かれたりしてますけれど、えー、自民党の党則には軽い順番から実は書かれているんですね。でこういう内容になっているんですけれども、あのー、基本的な考え方です。茂、えー、木幹事長が上に甘くて下に厳しいという組織であってはならないと、まあ、こう答弁をされて、あの 発言をされていますけれども、まあ、役職の重い人ほど重い処分になるという、そういう理解は総理もされているということでいいでしょうか岸田内閣総理大臣えと。役職だけで決めるものではないと思いますが、あまずはあ事実の把握、それから今日までの説明責任の努力、えー、等も踏まえた上で、えで、ー、まあ、役職等も、まあ、考える、こういったことであると考えます。勝部君あの自民党の党の規約を拝見する するとですねこの、えー、処分について、えー、茂木幹事長が権限を持てるところは、1から4までだということなんですね、えー、5以上の、まあ、重たい処分は、えー、茂木幹事長の、まあえー、責任の範囲外というか、新たな党記、まあ、委員会などをしないと決められないということなんで、総理は、 茂木幹事長に、まあ、この処分を、まあ、やるようにというふうに、あの、おっしゃったんですけど、え、つまり、1から4までの処分で終わるというような、 意味ではないということでよろしいですよね。岸田内閣総理大臣。はい、あのその通りであります。あの幹事長の判断で処分できる段階は限られておりますが、そもそも党議委員会に対しましては、えー、っと幹事長が申し立てを行うという作業を担わなければならない。こういったことになっていると、えー、認識をしています。まあこういった点でも幹事長に対して指示を出すということ。 これは適切であると考えます松部君あのこれまでの処分ともです、ね、整合性を取らなければいけないのではないかと、まあ、これは党内の、えー、ガバナンスの意味でもそうかなというふうに思いますけれども、まあ、例えばなんですけれど、まあ、コロナ禍で,です、ね、クラブ通いをした、えーえー、銀座三兄弟といわれる方々がです、ね、ここで言うと離島勧告ですから、7番目、まあ、結構重たい処分を受けているわけですけれども、まあ、この処分と均衡を保つということで言えば、 今回の裏金問題、これほど大きなな事件になってます。もう起訴もされているわけですから、まあ、そういうことでいうと、相当重たい処分になるという理解をしておりますが、いかがですか。岸田内閣総理大臣。えーまあ、あの過去の例、まあ、これも当然、えー、この参考にするものでありますが、併せて先ほど申し上げました、さまざまな要素を総合的に判断してまいります。 いずれにせよ、今、役職、えー、っと、その、えー、処分の、えー、傾については、何もまだ決まっておりません。事実の把握に努めているところであります。以上。厚部君。あの、もう一つお伺いをしますけれども、えー、この問題はですね、まあ、非常に大きな問題だったんで、えー、組織としてもですね。まあ、しっかりけじめをつけなければいけないとおっしゃいました。まあ、いろいろな、あの、不祥事が起きた時の、まあ、一般的な対応の仕方は、まずは全容解明をして。 関わった者、あるいは責任のある者の,の処分をして、えー、再発防止策を考えると、こういう流れになるわけですけれども、関わった人たちの処分ももちろんですが、党全体としての責任、えー、それもあると思うんですね、で先ほど、えー、岸田総理のパーティーの疑惑もちょっと言われましたけれども、そもそもですけど、岸田派の政治資金も、えー、これは不記載があって、えー、会計責任者が起訴されていると、だからこの裏金事件にはですね、岸田総理も関わってるというか、あの対象になってる。 まあ、総理自身というふうにはおっしゃいませんけど、あの言いませんけど、岸田が派が関わってるって話ですから、まあ、そうしますとです、ね、私は先ほど言ったように、身分の重たい役職の重たい人ほど、えーまあ、処分が重くなるみたいなことから考えると、当然、総理、総裁のです、ね、処分も検討されるべきだというふうに思いますいかがお考えですか岸田内閣総理大臣、えー、もちろん、党則、あるいは党紀委員会、えー、手続きに従って判断されるものであると。 考えております。まあ、あの、えー、この中身においても、まあ、大事だと、まあ、先ほど申し上げましたが。 この派閥のパーティーのありようについても内容は様々であります。あの、私の、えぇ、ー、まあ、あ勝手会長を務めた、まあ、コーチ会についてご指摘もありましたが、まあ、このコーチ会については、この事務所老による、この被災が生じた、えー、少なくとも支出については、何ら問題がないとされております。 要は議員への移,転移動等は生じていない、これはの派閥全体での幹部の不記載といったものとは全く次元が違う、まあ、こういった点も踏まえた上で、判断がされるものであると考えております勝部君、まああの。いずれにしても、国民の皆さんが見ておられます、我々もあの注視をしておりますので、えー、まずは全容解明に全力を尽くしていただきたいということを申し上げておきます、もう一つ、ぜひこれをやっていただきたいんですが、パネルは避けて結構です。 あの今回の問題を受けてです、ね、多くの皆さんが、とにかくあの裏金をもらった人たちは、まあ、ずるいと、いわゆる、えー、納税を、まあ、免れている、脱税ではないかという声が非常に多く上がってるんです、ハッシュタグ、ハッシュタグ、えー、確定申告ボイコットとかですね、えー、納税ばからしいという声がです、ね、圧倒的に、えー、上がっているわけですね、まあ、これを考えると、処分の一環、あるいは処分とは別にでもいいですから、 やはり、あの、裏金として受け取ったお金の中で、使途が明確にできないもの、えー、領収書のないものとか、あるいは不明不明不明とやってる、言っている人たちについては、 これは自らですね、えー、その裏金について、それは、えー、雑所得だということを認めてです、ね、納税申告をすべきですで。時間の経ったものについては、追徴課税もあるかもしれませんが、これはもう絶対に、党としてですね、それをそういう議員にはやらせるということが、これは国民の皆さんの思いであります。そうしなければ納得しません。いかがですか。北内閣総理大臣あの不載となっ,てなった資金について、えー、国民の皆さんからあ 納税するべきではないかというような声があるということはま承知をしていますしかしこれも再三申し上げておりますがこの課税関係が生じるかどうか法的には政治資金が政治団体に帰属するのかあるいは 個人に帰属するのか、まあ、これによって変わってくる、まあ、このように、えー、このようなものであると認識をしております、えー、これ個人に、えー、この政治資金が移動したとしたならばおっしゃるように、えー、まずその,その段階ではまずそれは法律違反でありますし、えー、そして課税の問題も生じるということなんでありましょうが あの今、検察の調査においても、また自民党の聞き取り調査においても、個人がこの政治資金をこの受領したと。 いう例は把握されておりません勝君私は刑事的な責任を言ってるんじゃないんです、道義的、政治的な責任なんですよ、多くの国民の皆さんが、この確定申告の時期に、本当に大変な思いをして、領収書を枚ずつ集めて、それを申告したわけです、この領収書は使えませんと言われて、返されたものだってあるんですよ、そういう中で皆さん、本当に苦労して納税をしている、だからその人たちが今の対応を聞いて、総理の今の言い方を聞いて、お、え、そ、ー、らくがっかりしていると思うし、ふざけんなという声が、またテレビの向こうで上がってるん しかしそれはしっかりやってくださいいかがだったでしょうか皆さんのご意見も教えてください最後までご覧いただきありがとうございます